まあ、今週始まったタイミングからチーム全員が切り替えて次の試合に向けてやろうっていう話をしてやってるんで、まあ、その切り替えの部分っていうのは問題ないかなと思うし、みんな次に向けていい準備ができてるかなと思います。さあコーナーキック石光から中央ヘッド、ゴールイン、安藤のゴールです。ヴェルディは8試合ぶりの黒星となってしまっています。まあでもチームとしてその戦術云々の前に、まあ、球際行くとか、まあ、戦う姿勢っていうのが見せられてなかったと思うので、まずはそういった部分を見直して、まあ、次の試合表現できればいいかなと思って。攻撃がいいっていうのはなんとなくイメージとしてあるんで、最近失点も多いですし、まあ、まずやっぱ守備をしっかりやるってことは次も大事かなと、まあ、先制点取れたら自分たちのサッカーがしやすいですし、まあ一つ大事なポイントかなと。から先そのやっぱ自分がもう一個上のレベルになるってなったら、目に見える結果っていうのはついてこないと厳しいと思うので、まあ、そういった意味で応援求めてやっていければいいかなと思います。